山川穂高、ガチでやらかしていた。休養日に薪集合を連れて、観光客が多数訪れる、有名なシーフード料理屋にランチに行き、生牡蠣やエビなどを食べ楽しんだようです。だが、この山川の投稿が、侍ジャパン関係者の間で、ちょっとした不安材料になっているという、侍ジャパン関係者が語る。生牡蠣は栄養満点で、アスリートからも注目されている食べ物ですが、ノロウイルスのリスクがあるため、試合直前では控えるべき。寿司や生卵も同様です。ノロウイルスの潜伏期間が24から48時間なので、3月22日の決勝戦に被ってしまう。さらに感染力も高いので、他の選手へのリスクも懸念されています。さっきも元気に、打撃練習してた定期。大事な試合前に、食うもんちゃうわな。生牡蠣とかやばすぎやろ、あれ当たるともう試合出れんで。意味そう。あんまり追いかきに見えないな、種類が違うんやろうけど。巻きもスタメン落ちした模様。まあ人それぞれだけど、意識低いと捉えられても、しゃあないな。山本正波の、いかもしれへん。